ちょっと映し方合ってるかな、ちょっとアクシデント発生しちゃってすみません。映ってるかな、映ってるといいな。あのハロウィンにふさわしいすっぴんお化けがいましたね。ハロウィンにちょうどいいあのお化けがいました。私という名のお化けがいました。いやちょっとそれはひどすぎるよ、ひどすぎるけど今日はお化けでいいんです。今日はハロウィンなんで私お化けなんです。いや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 、この格好でこのプスレでお化け言ったら失礼やろ。誰か突っ込んでよ。しん、それはいいとして、やっぱなんか自分でなんかこうなんかね、やっぱ化粧してないってことなんですかね、女性っていう性別に生まれながら。それもね、まあ理由は話せばすごく長くなります。そんな話をしてるわけ場合じゃありませんよ。かどっち向きにかぶってたかな。次はですね、次もあとありますよ。ここに来てね、岡平健二さんごっこが始まったわけです。このわけみたいな顔の人が、顔の29歳がもうみそじ女があの10年前の夢叶えるんだって言って、あの岡平健二さんごっこがもう唐突に始まりました。次はこのサンキューマートで買った、あー髪の毛整えてない、整えなきゃ。整ったか、どうせ外れるんだろうな、どうせまた後で外れるんだろうな。どうなってる、すごい頭してそうだな、鏡ないとすごい頭してそうだな。まあどうせ外れるでしょ。次はちょっとまあ真剣に歌いたいんですけども、あえて今日はね、あの自分の中にこうしてこうしてっていう、あとこのサンバイザーにこうしてこうしてっていうイメージがあるんで、まあ、あえて今日はもうね、もう練習ではないけど、まあやってみた動画みたいな感じですかね。今日はハロウィンなんでね、盛り上がっていきたいんです。何分喋った、よし。じゃあ次、とうとう次はハロウィンにふさわしいね、お化けがもうそれでいいです。視聴者の皆さん、お化けが出た、ハロウィンにお化けが出たって思って、お化け顔の人がいるっていう、お化けゾンビが出たみたいな、あなんだ岡平健二さんのゾンビコスプレかみたいなそれはちょっとどういう状況なんていう話なんですけど、もうそれでいいです。もうしゃーないんです、たくさん泣いて、なんかもう目の下のクマっていうか、なんかこうなんかそういうのが顔に出るんですね。なんかまあ生まれつきだと思うんですけど、なんかね、苦労が顔に出ちゃうんです。なんかそれがなんかちょっと怖く見えちゃうかもしれません。すみません。でも心を込めて歌は歌わせて、もう雰囲気だけでも目つぶってくれてもいいんで、聞いてください。それでは聞いてください。19で全て、人のせいにしてた叶わない恋や夢をポケットにしまってさ、何か始めようと思うけどチャンスがない、朽ちてた売れる前から知ってたよ、下かぶりを着こなして風が吹かない、そんな場所でも僕たちが走るなら感じることができる、吹くだろう風なんて待つなよ、ないものを嘆くより作ればいい風だって。たとえどんな気つく大胆って一つになど、なれないよなれないよ、そんな君に使いたよね、だからキスができるって。
涙はいつもここで時にギリギリで出なくて、また胸を締め付け